あ、オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ、はい、好きな選んでください。はい。じゃあ、人狼やりまーす。はーい。へーい。へーい。何番が黄色やったっけ？ 9番。9番。オッケー。じゃあ、俺はこれでーす。9番が人狼。9番が人狼、うん。はい、やりましょう。時間とかどうする？もう伏せていいし。もう伏せていい。あ、確かに。いつまでも伏せてるね。ずっと見せる。確かに。ずっと見せたいな。画面を持たせたいな。制限時間何分？制限時間は、うん、議論時間は何分ぐらいですか？クルム君大体。まあ大体3分とか。大体3分。短いの？4分。4分。じゃあ、母さん数えてください。はい。今1時44分なんで、48分になったら、じゃあ切りますか。はい。クロム、人狼？人狼じゃないです。人狼じゃない。もう始まったの？人狼じゃない。人狼じゃない。人狼？人狼じゃないですよ。人狼？人狼じゃないですよ。さきさんが一番人狼っぽいんだよ。なんでや。あ、黒塗り、雑な黒塗り来た。これ人狼だ。人狼。なんで？根拠？いや、なんか、いや、なんか、トゥーさんが、なんか、どうだろうな、うん。どっちかって言えば村かなって思ってるんですよ。あ、すり寄り、すり寄り。すり寄りこれ。めっちゃ怪しい、めっちゃ怪しい。なんで俺、バカと思ってるもしかして。俺、白塗りされたら絶対、こいつ、業界心。だって、じゃあ、わしは。俺、バカやと思ってる、バカやと思ってる。誰？誰？いや、別に母さん、母さん。母さん。なんとも思ってない村人たぶん人狼、うん、え、じゃあ市民やじゃあ市民市民やだって目線人狼って決まったら市民市民、うん、いやまだわかんないから多分人狼、うん、多分村ほぼ村それなんでわかんの何がわかんのいやでもほぼ村いや俺そんなん信じへん俺それ一回で俺令和杯で騙されてる俺一番上から一番上手くて、いや、なおかつ俺が一番下手っていうのを分かってるから、うん、その、あ、だからすり寄ったんやな。なるほど。そんなに、どっちか二人すり寄りますよ、俺。いや。絶対一番上手いもん、こいつ。この人一番上手いもん、人狼。いや、母さん目線誰やと思うんですか、今。人狼トゥンさん。あ、え、逆に？うん。わしは逆にトゥンさんって思ってる。あ、でも、ちょっと村っぽい、その意見は。うん、その乗っからないあたりは。わしは、そう、俺も急に村っぽく見えた。え、で、かくさん？誰が俺、まあ普通にクロムかなって思ってるけど。あー、うん、だからね、なんとなく人狼は、ここ。いや、俺、かきさん、クロムくんやな。あー。なんかわかる。母さんはない。なった気がする。じゃあ意見一緒じゃんだって、トゥンさんと村っていうのは。うんああ。いや、だから、今、まあ、でも最初、トゥンさんと思ったけど、うん、今でもここな気がする、うんうん。なるほど。どっちかな気がする。トゥンさん、誰が人狼？いやいや、クロム。いや、でクロムは？カキさんでしょ？いや、でも、本当にみんな嘘つくの上手いから、まあ、ワンチャンなくはないと思うけど。なくはないですよね。うんうん、うん、トゥンさんなくはないと。まあ、なんかでも、トゥンさんが狼の時に、急にみんなに人狼って言うほど頭切れるかって言われたら、そう思ってないから。バカにしとる。そう思ってないから、だから俺村だと思ってるんですよ。あ、なるほどね。人狼って聞いたのか、ね。でもその理由なんでさっき言えれへんかった、一周目の時。確かに。まあ、だから俺それを言おうと思ったら。ただ村人で理由聞いたら、え？いや、わからんけど、なんとなくって言ったから。いや、なんとなくとは言ってないですよ、俺。そう、なんとなくとも言ってない。だから、俺がなんか理由を説明しようとったら、すり寄りだって言われたから俺説明できなかったわけです。ああ、じゃあ、確固たる理由があったってこと、ね、そう。だから、なんとなくで言ったわけじゃないです。で、その反応を聞いたときに、母さんは俺が村人なの自分で知ってるから、村人っぽいなで反応が聞いた。でもなんか、納得させるのうまいね。うん、なんかわかる、それ。わかるって言っちゃったんですよ。で、意見変わりました今ので人狼変わりましたええー、いやー、わからんくなった、ほんと。わしはもう人狼わかりました。うん、わかった。うん、もうわしはわかりました。ええー。言わないですけど、まだ。あ、1時48分になりました。終わりですか？投票？投票タイム。一斉投票。指差しで。せーので行きましょう。せーの。はい。あ、俺？かきさん。あ、2位でしょ。いや、に、うん。いや、俺、トゥンさん。俺、トゥンさん。あ、じゃあ、カキさんじゃん。人狼でした。うわ、ミスった。天才でした。なんですごい。いや、わしは、ここがここだと思ったんですけど。いや、そう、俺も。ここがここだと思ったけど、カキさんとクロム君だったら、クロム君は、トゥンさんは村っぽい。けど、ここが人狼っぽい。ここ分からないって言ったじゃないですか。あれがめっちゃ村っぽい。
隠しちゃうわけ、逆にこことここを人狼を市民って分かったら残り市民だよ。だからでもまだ時間残ってるよ。だからこっちの2人はどっちか分からない、分かんないけど多分隠さんの方が人狼っぽいなっていう。で隠さんはもうクロム君しか言ってないじゃないですか。ああなるほど。でしかもわしがトゥンさんって言った時に、うん、あ母さん村っぽいなって言ったのとかって、でそれはすり寄りみたいな、それが割とああなるほど。勝てんねや。えこんな3、人狼何の情報もなし、うん、人狼勝てん、いや、ま、え、いや、なら勝てん。いやでもやっぱこの2人が上手いんですね。あ大丈夫です。あ大丈夫です確かに大丈夫だって俺だってずっと言ってるんですよ。いやすごい、いやわしもずっと人狼殺やってますから。確かに、え、すごい、言うてみたら下手ですね。一応もう一回やりましょう、もう一回やりましょう。さあ今度は引きたくないな。人狼何番でしたっけ。9、はい、うわ、はい、きたくねー。俺の役職はこれ、俺の役職はこれ。コメントでも書かないでください。どう、おはようございます。おはようございます。コメントで書くなっつって言ったの。でも見てないでよくない。あ、まあ、みんな見てないから言ってないけど、うん、お、議論が。え、何も言わんの。人狼っすか。いや、でも、うん、コメ、いや、でもって人狼っすか。いやいや、いや、コメントで書くなってことは人狼で盛り上がったの。うん、あーあー、なるほどね。その人とか、コメントで書くなって。なるほど。なるほど、なるほど。もうその瞬間、いや、人狼やばいやばい、わらわらわらって盛り上がったんかなっていう推理、まず。あー。だからもう僕の中で。これ、メタに入る。いや、まあまあ。だけど、知ったけど、まあみんな知ってるんで、うん、まあいいんじゃないですか、別に。うん、まあでも、わしは村なんで、それは結構雑。だけど、でも、まあ、でも、村で盛り上がります？いや、別に盛り上がるとは言ってないです。言わないでねって言って、言わないでねって言って。でも、書いたってことじゃないですか。いや、一人が書いただけです。ああ。一人が、でも、なんかさっきと逆に、ここで、このバチバチにやっとるってなんか面白くない？いや、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 初め考えてそれが引っかかったっていうのが、まず一個の、俺の意見。で、なんで今回あんま喋らんの。いやー、多分、カキさんじゃないんだろうなと思って、お母さんだなと思ったけど、どっちかわかんないんで、どっちも。どっちも人狼っぽいなと思って。なんで、そう、なんで俺が、そう、違うと思った。だって、カキさんって、人狼だった時に、うん、もうここのどっかのバチバチを利用して投票すればいいな、うん、だって、カキさんが、母さんを疑ってて、わしは、でも、わしは、わしは、どっちかに合わそう。でも、わしは、でも、わしは、人狼は、ここだと思う。逆に？うん、多分ここだと思う。黒川クロムが人狼だと思う、今回は。トゥンさんは、多分人狼だったら、わざわざ、米なんで盛り上がってるから、みたいな、あんまり言わないんじゃないか説。なるほど。ファッションというか。でも、これをまとめようとしてる黒川クロムが一番怪しい感じです。俺でも結局どっちが怪しいかって言ったらいいじゃないですか、って。それが怪しい。あでも俺、いや、わからんな。でもなんか起点を作る人ってあんま人狼っぽくない気がする。そう、そう。うん、でもさっきそれで村に取ったんですよ。いやでも違う、でもその起点を取って、起点を取ったプラス、うん、でもそっからまとめようとする、クロム君がだから怪しい。あれでもなんか、難しいな。どっちかなんだけど。あ、じゃあこっちじゃん。わしは違うもん。じゃあこっち、ちょっと待って、意見変わった、意見変わった、今意見変わった。意見変わった、意見変わった。今、じゃあこっち、じゃあこっち、おかしい。俺の中でも刺さった、今。うん、いや、だって。でも、わしは、でも、いや、ここで言ったら、こっちですけど。どっちでもいいから、じゃあこっち、こっち。違う違う違う。でも、わしは一番釣りたいのはクロム君ですよ。でも、今、いや、でも、この二人でなるんだったら、わしは村なんで釣られたくないけど、56分までにしようか。わしはクロム君を釣りたい。なるほど。かきさんは？かきさんは誰釣りたいですか？うわ、俺に聞く？うん。どっちかなぁ。どっちかなぁ。え、クロム君はないですか？いや、母さんかな、でも。わし？うん。まあ、そう。怪しい。やっぱちょっと意見変わったらしいなぁ。へぇー。だろうな、わかんないんだよな、これ。わしはでもここだと思う。ぐちゃった、待って。うん、じゃあ、この二人は？まだわかんない。母さんとトゥンさん、君感じてるな。あ、母さんとトゥンさんか。クロム君はここ二択。ここ二択。カキさんはわし？ここ二択。うん。この二人。あ、クロム君か、わしか。そうそうそう。全然わかんないよ、これ。クロム君はここ二択。で、母さんはここ二択。いや、一択。一択。黒か黒も一択。へぇー。わ、むずわかんねえ。なんやこれ。逆になんでさっきあんなバチッと決まったのかが結構不思議なんですけど。普通、これが普通の気がする。どうだろうな。
でもさっきちゃんと理由述べられて、釣られてましたよね、うん、なんか。納得いく。あ、でもなんか、あんま意見言わんのがそっちと。そうだ、確かに。そう、なんかそう。さっきと喋ってたのに、確かに。危険作成をした、どうしてもさっきの村で、あの、村捉えたから最初に喋った人が人狼かもしれないし、なんか、意見がよくわかんないこの人が人狼。いや、じゃあ、わしはでもクロム君だと思う。あの、それは、理由は明確に言うけど、トゥンさんが起点作って、それをまとめようとしたのが怪しい気がする。いや、俺まとめたんじゃなくて、俺は単純にカキさんが人間っぽいって言っただけだから。いや、人間っぽいけど、だから、こことここって。だから人間っぽいんだから、ここがここですよ。そりゃ。いやー、あれ、わしはクロムくんかな。じゃあ、俺、カキさん。難しい。ほら聞かないわ。だって、だって聞いてたんで、カキさんとトゥンさんの選択肢ないんだから、俺がトゥンさんが、もし人類の選択肢。でも、それってカキさんがわしに入れるっていうのを聞いてるから、わしに。いや、当たり前ですけど、人類でも釣れないですから。そういうこと、もうじゃあ、俺は安全圏取るってことなるほど。もう俺がどんだけトゥンさんに入れたかろうが、他の2票が入んなかったら意味ないから、俺は母さんに入れるしかないですから。あー。なるほど。じゃあもう行きますか。じゃあ行きますか。え、むずっ。せーの。はい。あー、みんな。あー、みんな母さん。わしは、わしに今3票入った。わしは、あー。じゃ誰が、じゃあトゥンさんか、人狼。え？お。あ、違う。うわ、やられた、それは。2回連続か。2回連続。でしょ。ここでバチるから。いや、なんか全然叩かれんかったですげえ不思議やった。やっぱこれ、いや、でもこの勝ち方が普通な気がする。なんか急にちょっとでもバチり出したらもうなんか。うん、人類以外がバチったらもう。てかもう傍観してるだけで勝てそうな。マジ、それはすごい。